それでは、本日早速お借りしております。皆様、こんにちは。こんにちは。ようこそおいでくださいました。今日、明日、そして明後日からトランスファーですね、ご案内させていただきます。ガルゲンの代表の山口彩子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。赤ジョッキはガルゲンの代表のマークでございます。また、今日の明日はちょっとわかんないんですが、今日の運転手さんが、ちょっと難しい番組、プラテイクさんです。ノルウェーの方ではないんですがね、運転は上手な方ですよ。プラテックさんです。よろしくお願いいたします。それではシートベルトをなさってくださいませ。はい、そうですね、はい、今日はハンズ博物館なので、あそこ5時に閉まっちゃうんです、はい、ですからまずそこに先に閉まりましょう。でその後で、ね、お時間の他のところに行って美麗建築とか高市場とか夏の真ん中とかね。Okay. Yes. Vi skal rett til Hanseatiske museum. Det er Brygge. Skal vi kjøre gjennom tunnelen? Nei, det vi kjører gjennom laguna. Ja, ja, ja. Okay, ja. Må jo snakke. Ja, ja, ja. Veldig bra, veldig bra. Ja, jeg skal bare ta belte. Jeg besøkte Japan i cirka 20 år siden. Har du det? Ja. Kobe, Yokohama, Osaka, Tokyo, Hiroshima. Du jobbet på sykkel? Nei, jeg sykler med sykkel. Å, sykkel det? Ja. Sier du det? Cirka en måned. Sier du det? Ja, det er spennende. I 99. 99, ja. Ja, cirka 20 år siden. 21 grader あるか21 grader。 いや、今車の中がですね21度になってるのですが、寒かったり暑かったりいたしましたらおっしゃってくださいますよね。調節できるはずですので、はい、それではですね、お付きになられて左側の候補になっちゃいましたが、ベルゲンとクエスチョンマークついてますね。まだご覧いただけますよ。左側のお山ご覧になってください。岩、なんでクエスチョンマークなんだろう、ベルゲンじゃないのなんてね、そういうふうに、皆さんハッとするんじゃないかと思います。まあそれがですね、味噌だそうですね。やはりずっと飛行機など乗られますとですね、その時によって違いますか、時差とかあったりとかしてですね、ちょっと頭がすぐちょっとこうね、開かない場合ありますよね。そうするとクエスチョンなんかついてるとなんていう感じでこう働きますし、あ、エスプリでスイッシュのね。ということで、右手先ほど疲れた空港のところ、そばがフィヨルドでしたね。明日フィヨルドのツアーご案内させていただきますが、ベルゲンはフィヨルドの首都、フィヨルドの玄関口と呼ばれてますように、ベルゲンなくしてはどこのフィヨルドにも行けませんし、またいろいろなフィヨルド城から帰ってらっしゃる方も必ずは一泊されるというのがこちらのベルゲンでございます。今日はですね、街の方の中心にまず、直行いたしまして、ハンザ博物館と申しましてですね、ちょうどそれ5時に閉まりますので、まあ、そこをまず最初にですね、ご案内させていただきたいと思います。まあ、特に混んでなかったらだいたい30分ぐらいで行けるはずなんですがね、混んでるともうちょっとかかるかもしれません。ちょうどラッシュにかかってます。こちらは4時前後がラッシュですね、やはり。ということで、ちょっと混み合うかもしれませんが、中に入ってしまえば、もうこっちのものという感じでですね、5時15分前ぐらいに遅くも入れたらと思っております。そして、ハンザ博物館、ハンザの商人たちがですね、ベルゲンに来て、タラの貿易、昔からやってた、ベルゲンの商人がやってたタラの貿易ですね、その権限を、まあ、分取っちゃったと言いましょうかですね、知事、取っちゃった時期がございました。その時のですね、商館跡、同じ辺じゃないですよ、商売の商ですからね、貿易商館、事務所、そこのところをご案内させていただきまして、それからですね、魚市場、そして対岸の方から世界遺産の、お写真を撮っていただいたりですね、また町の真ん中のグリーンの銅像とか、そういうのね、お時間にもよりますが、そういったところをご案内させていただきましてですね。そして、
最後にですね、皆様方の今日のホテル、ロイヤルホテル、そのすぐそばがブリッケン、世界遺産地区でございます。そちら最後に、ね、入れさせていただきたいと思います。岸本さん、中野さん、世界遺産のブリッケン最後に入れましたら、その方、万能というか、隣がホテルなので、そこでこの店さん、7時25分って書いてありますが、そこまでやったので、そこも7時に結果になります。ということで、そうしましたら、その間に、もしよろしかったら、チェックインとか、なされます。すぐそばです。じゃあそうしましょう。じゃあまずつけさせて、それでブリッケン地区を、じゃあ6時半ぐらいまで着くような感じで、ね、はい、それからちょっと30分ぐらいブリッケン撮影して、7時ぐらいにはじゃあ着く。大体そんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、ということでございまして、今皆様このイヤホンですね、レシーバーご用意いただけてるんじゃないかと思いますが、まだすぐには使いませんが、おりましたら使わせていただきます。最初はですね、弊社がそのハンズ博物館と申しまして、ブリッケン地区のですね、一番最初のところです。何の音でしょうかね。なんかこれはオンになってませんね。たまになんかと混線するとピーとか鳴ったりします。それからお客様、風なんですがね、この右手のところに、風向、なんていうんですか、空調機のこう入り口みたいなちっちゃいのがありますね。それをですね、こうちょっと右とか左にやっていただいたりとか、こうダイヤルみたいなのありますから、それを回しますとですね、空気が入ったり止まったりします。なんか例えば補聴器とかですね、なんかされてる方なんかがそばにいらした時、ちょっとこういうとこ入ることもあるんですがね、まあ、なんとも言えませんが、ちょっとこれ今雑音が入ってますが、何なんでしょうね。皆様の中でもオンにされてる方いらっしゃいません？この、レシーバーをオンにされてるとなんか混線しちゃうことがあるかもしれないんですけど、大丈夫ですか？いや、これ風の音なんでしょうかね。ヒューなんて音がしてます。ビーカンタイオデンデブスペン。いやいやいや。スリカって、もうカシリに持ってるやで。いや。はい。ベルゲン7つの山に囲まれた港町ですが、山の一部が見えてきましたね。まずフィヨルドツアーなんですが、フィヨルド、湖、川、まあいろいろご覧いただけるんですが、ちょっと左側をご覧ください。まずこれは湖なんですね。湖とフィヨルドの見分け方はなかなかわからないところです。明日のです。ところが今左ご覧になりましたら、水のそばに草が生えてませんでした。すぐ車がさっと通り過ぎちゃったので見えなかった方も多かったかもしれませんが、ね、明日またこういった感じで水、川、そしてフィヨルドのようにご覧になれます。川は流れてるから分かりますがね、フィヨルドか、湖か、場所によっては分からないところがあるんですが、明日またもう一度濡れますが、あのように草が水面の近くまで生えてたとしたら、それは淡水の湖です。フィヨルドはまたフィヨルドのこと明日触れますが、簡単に触れますと、以前川だったところが氷河時代に掘られですね、そこが有事国に掘られちゃった後ですね、氷河時代が終わった後、ぽっこり開いちゃった有事国に海の水が逆に入ってきた。それが簡単に申しましたら、フィヨルドです。ですから、フィヨルドは海の水ですね。左右に山が迫ってます。また、削られた、氷河に削られた、崖が絶壁でストップね、ちょうど右手のようにこうなってるわけですね。そして、岩のところが黒っぽくなってたら、海の証拠。満潮の時にあった海の水の頭があるというわけです。ですので今日もですね、一部フィヨルドを通ります。フィヨルドの赤ちゃんみたいなんですけどね。ということで湖もちらっとご覧いただけますが、 あれは湖、これは川、これはフィヨルドということで、明日特にですね、そういったことを加味しながらですね、ご覧になれると楽しさも増すというわけでございます。さて、新しいところに来られてまず気になるのがお水ではないかと思いますよね。ベルゲン、この周辺、お水とても良いところなので、ホテルなど のお部屋での、ね、お水、安心してお飲みになれますがですね、やはりお湯と混じっちゃうと困りますので、ね、数秒出してみてくださいね。で、冷たくなってからお飲みになってくださいませ。
またお部屋にもありますが、湯沸かし器とかついてるところがあるかと思いますがね。またバスタブ管理、なんていうんですか、日本では、日本のお客様の時はもうバスタブ絶対というふうに、されてるかと思いますがね。もう最近のホテルはバスタブがないところが多いです。もうシャワーばかりなんですね。でもちろんグループとか多いと分けなきゃいけない場合とかあってですね、まあ、どうなるかわからないんですが、ラッキーにもバスタブがついてたといたしましょう。改築されたホテルなどはね、本当にもうバスタブなんかないんです。環境のこと、ね、自然資源、そういったことを考えてですね、もうシャワーばっかりになってるので、まあ、バスタブがついてたとしましょうね。お湯とか出していただきますよね、お湯飲みとか。そうすると、その日によってなんですがね、ちょっと茶色くなったり、黄色くなったり、なんか緑っぽくなって、何これっていう感じになることがですよ、ことがあるかと思います。だこれは別になんか汚れてたりとかですね、その水を導く管が錆びてたりとか、そういうことじゃなくて、なんかミネラルの関係でそういうふうになることがあるようですね。ということで、全然問題ございません。むしろ恒星に入ったような感じでですね、まあ、温泉じゃないですが、まあ、そんな感じでしょうか。ミネラルも多いのでそういうふうになることもあるようです。まあ、飲まれるお水はね、ろ過調節取ってますので、冷たいお水を出していただいてからお飲みになったりですね、されたらいかがかと思います。また皆様に先ほどミネラルウォーターをお配りいただいたようでございますが、ホテルのそばの真ん前にもスーパーがございましてですね、夜の23時までただビールとかそういうのはですね、買えないことはないんですが、夜の8時前までで閉まってしまいますというか、もう買えませんのでね。またビール以上のお酒はワインモノポールというところで、日本とはシステムが違いませんので、お間違いがないようにお願いいたします。ノンアルコールのものだけはですね、8時過ぎてもそのお店によって、最終のね、閉店になる前まではお買いになりますが、アルコールが入っているですね、ビール 4.8% までのものはですね、8時までです。ライセンスがあるところで、でそれ以上になりますとワインモノポール、いわゆる、なんていうんですか、そういったお酒専門のですね、まあ、そういったところでワインモノポールと申します。こちらはワイン販売所ですね。それが街の中に付加所があってですね、そこでしか買えませんので、そのことですね、お間違いございませんようにお願いいたします。ということで、日本といろいろちょっと違うことがありますね。またスーパーなどではノルウェークローナーか、あるいはクレジットカードですね。日本だとクレジットカードというと、なんかいわゆる本当のクレジットカードという感じで使う方も多いようで、私も日本に行きますと、1回払いですかとか聞かれて、何を聞いてるのか最初意味が分かんなかったんですね。こちらはクレジットカードで、いわゆるキャッシングカードです。キャッシュそのままお買い物をする、ガム1個ですね、22クローナぐらいしますか。ガム1個買うのもキャッシュ、キャッシュがない時はもうカードで払いますのでね。お手洗いもそうなんです。こちら多いですよ。お手洗いも以前は10クローナぐらいのですね、コイン入れればお手洗い空いたんですが、今は有料のトイレ、みんなこのカード式になってます。ですので JCB とかはですね、使えないところが結構まだまだノルウェーには多いですね。なので残念ながら JCB だけしかお持ちの方はちょっと使えないこともありますので、お気をつけくださいませ。ビザとかですね、アメックスも使えないことがあるんですよ。ビザとかダイナースクラブとか、そういうのをお持ちの方は大丈夫ですね。あとはもう一つ、何だったかしら、有名なの、ちょっと今来ないんですが、ビザ、ダイナースクラブとあともう一つ何かありましたかね。マスターカード失礼、はい、ありがとうございます。マスターカード、その3つは大体どこでも行けます。ということでですね、それも以前はサインをすればよかったんですが、犯罪が多くなってきているので、今は全部ピンコードですね、4桁のピンコード、
ただたまにですね、それがどうしてもなんか忘れちゃったりとか、なんかあれでね、出てこなかったりとか、まあ、ありますよね、人間ですからね、そういう時はですね、うんとかいう感じで、向こうで本当はやっちゃいけないんだけどねとか言って、古いやり方で、じゃあサインでいいよみたいなことをしてくれる場合もありますよね。そういうカードを持ちの方、気をつけてくださいね。変な人が後ろで見てないとも限りませんからね。ということで、なんか、取られてしまったら大変なことになりますので、お気をつけくださいませ。今ちょうどそのことでね、真夏とは違うんですが、やはり観光地は水、沖引きがいろいろな国から入ってきてます。まあ、この運転手さんも外国人なので、変な国の名前は言えませんけれども、まあ前のね、いわゆる東ヨーロッパとか、あるいはですね、以前ソ連の下にあった、国々、そういうところの人が悪いことするって意味では決してございませんよ。ただそういうところの一部の人がですね、そういった何て言うんでしょうかね、組織的に送り込んでる向きがありまして、夏には必ずですね被害があります。もう秋になりましたけれども、日本まだまだね9月の半ば過ぎでも暑いでしょうが、こちらはもう秋ですね。8月の半ば過ぎたらもう秋という感じです。日もだんだん短くなってますね。ということで、スリも減ってるはずなんですが、まだまだいますのでね、必ずお気をつけくださいませ。スリは私なんか狙いません。狙い損だから、もうちゃんとわかるんですよ、嗅覚でね。プロフェッショナルはもうガイドなんて金持ってないと、私の顔見ればね、姿見ればわかりますからね、全然狙われません。なのでそういう意味では効果不効果いいんですけれどもね、皆様方狙われますので、ね、お気をつけくださいね。ということで、ご面倒でもね、ついついあなたちょっとこれ見てねとかね、お連れ合いの方とかお友達とかご一緒のお部屋の方にですね、ちょっとトイレに行ってくるの、バッグ持ってくのめんどくさいわ、あるいはお食事の時、バイキン式でお取りになるのも多いですよね。こちらご朝食は特にそうですよね。ランチなんかもそういうところもあります。ということで、そういう時もですね、ついついですね、どなたかに預けたり、あるいはですね、椅子の背に置かれたりするようなことがあるかもしれませんが、それは狙われるきっかけになります。ということで、お気をつけくださいませ。もう何回も同じこと聞かれてると思うんですよ。それでもついこの間もね、店長にさがやられたんですよ。ですから、そういう慣れてる方でもやられますので、プロフェッショナルはちょっとした隙を見てますので、お気をつけくださいね。またそばに寄ってきて何か言って気をそらせてですね、その人が取るんだったら、なんとなくなんかセフロの胸に手の入ったとかですね、バッグが開いたとか、ね、気がつくんですが、その人はやらないんですよ。他の人がね、寄ってきた人が気を反らせてる間に他の人が来てさっとやって、うまいんですね、とにかく。ということで、お気をつけください。電車の乗り降り、ボートの乗り降り、明日はそういうところがありますね。まずバスで、そしてそれから今度はボート、そして電車ですね、乗り換えたりしますので、そういった時特に狙われやすいので、お気をつけくださいませ。もう耳にタコができてね、あれかもしれませんが、老婆しないながらお伝えしております。ということで、貴重品はね、ご面倒でもご自分でお持ちくださいませ。さて、気をつけていただければ、まだまだ安全なところがここのね、ノルウェーです。スペインとかイタリーとかのようにですね、手に怪我をさせてまで、こうなんていうんですか、バッグをひったくるとか、そういうことは聞いたことないですね。また去年だったかしら、スウェーデンだったと思うんですが、夜中にトントンと叩いた人がいたらしいんですね。でその人、きっと仲間の人だろうと思って開けちゃったそうです。そしたら変な人も押し入りそうになったときギャーって言ったら、その声がすごかったんでしょうね。出たからよかったですね、その声がね。人間ってびっくりすると声が出ないこともありますから、押しやられてですね、なんか貴重品とか持ってかれたら大変ですから、岸本さんとか長尾さんももし何かあるとしたら、お部屋に必ず事前に お電話かけられると思いますしね、夜中にトントンすることはないと思います。またお仲間の中でもね、まあ、それは夜中はですね、事前にお電話をかけてくださいね。じゃないと間違って開けたりして変な人が入ってきたら大変なことになりますので、ね、よろしくお願いいたします。さて、ノルウェークローナ、1クローナが15円ちょっとぐらいでしょうかね。はい、
ということで、まあ、税金の高い国です。 25% も消費税取られちゃうんですよ。でよくお土産さんなんかに行かれるとね、あのお客様もこれうち税ですか外税ですかとか聞かれる方がいらっしゃるんですが、お土産さんその他どこのスーパーその他でもですね、書いてあるそのままの値段ですので、それプラス税金がかかるということはございません。もう全て含まれているものですね。食料品が 12.5%、 その他の日用品その他全てのものが、25%。 この窓はですね、税金が入ってないものが多いですね。ですからタックスフリーにはそういうものはならないですね。また免税の、タックスフリーシステムというのがありましてですね、ノルウェーを出られる時ですから、あさってですね出られる時にですね、免税の手続きをなさってください。タックスフリーと書いてあるお店で、315クローナ以上、合計でですね315クローナ以上のものをお買いになられますとですね、免税の手続きが受けられます。ただ向こうも商売ですからね、あのそういう手続きをするより売った方がいいわというんで、ついつい忘れたふりをされることもありますのでね、あの免税と書いてあるお店でお買い物になって315クローナ以上になったとしたらですね、タックスフリープリーズとおっしゃってください。忘れられたとしたらですね、そうすると、ああごめんなさい忘れたわみたいな感じでね、慌ててこうあのやってくれますので、でそれを貯めておいていただいて、最後の日あさってですね、空港でですね、あの私があのご一緒してですね、カフェテリが代行しているハンコを押してもらうだけなんですが、ね、ハンコを押してもらいます。でハンコを押してもらう紙にですね、ご自分のお名前とかパスポート番号、ご住所ね、これみんなローマ字で書いていただいて、最後にですねこうバッテンがしてあるところにご証明、それはですね、あのパスポートのご証明だったら普通は、まあ、日本の方だったら和文字で書いたりですよね、中にはローマ字で書く方もいらっしゃるので、いずれにいたしましてもパスポートか、あるいはそのクレジットカードに、入れていただく場合はですね、次のところ行ってもノルウェークローナーもうね、あの使いませんので、あのクレジット、カードというか口座に入れていただいた方が便利なところですので、その時にはクレジットカードと書いてあるところに点々をしていただいて、クレジットカードの番号をですね入れていただく、あるいはあの去っていかれる空港で、ショップのタールームっていうところがあって、そこにタールームとですねダジャレ申しますと皆さん覚えてください。タールームというブックショップ、本屋に頼むとですね、そこで処理が受けられます。さて左側をご覧ください。これもフィヨルドの一部なんですよ。ただ町のそばですし、住宅地になってますのでちょっと削られたりしまして、お山は低いですけれども、フィヨルドの一部には違いございません。まもなくこのトンネルを抜けますと、左手の奥の方にちょっとハンドみたいになったところに黄色い建物が見えてくるかと思います。それがですね、グリーンの、このベルゲンが生んだ世界的に有名な作曲家エドワード・グリーンが住んでいた家なんですよ。よろしいですか、左の方ですね、今ちょっとこのね手前のところがで見えないんですが、まもなくですね左のこの何ですか、部屋の奥のところご覧いただけますか、黄色の建物、煙突があってあの可愛らしい、あれがグリーンの家ですね。1885年から20年間ですね、亡くなった年の1907年から20年間住んでいますね。今日お泊まりになられるロイヤルホテル1985年、あの家が建てられてから100年後ということで、現在の天皇皇后陛下、そして皇太子様がお訪れをして、そして今日の皆さんがお泊まりになるロイヤルホテルに泊まられたんですよ。その時の写真がですね、受付のレセプション通り越す道の右手の奥の方にトイレがございます。でそのトイレの左側の壁のところにですね、キッチンジャーその他のですね、写真などと一緒に、白黒でそのお写真が掲げられておりますので、興味ある方はご覧ください。その皇室へご一家がグリーンの大ファンだそうで、朝のねことですか、あのデイルゲットの曲とか、それをなんか毎朝聞かれてくるということをおっしゃってますでございます。さて左側は先ほどのフィヨルドの地図ですがね、今ちょうど満潮になってるんでしょうかね、右手フェンスになっちゃってますが、下の方の岩がちょっとだけ黒っぽいのが見えてますね。本当に満潮になるとあの黒いところまで上がりますよ。
ということで、この辺りちょっと湖っぽいですので、これもフィヨルドの一種で、名前では塩辛です。昔の川のところに、氷河の湖ですね、削られてしまったところがポコッという事故があっちゃった。そこにですね、氷河時代が待った一万年前ぐらいですね、そこに、ね、海の水がここから入ってきちゃった。それがフィヨルドですので、ね、名前では塩辛です。ただこの辺りは、ね、塩加減がちょっと薄くてですね、関西のお吸い物ぐらいでしょうかね。皆様は日本はどちらからでしたかしら。徳島ですよね。そうですね、徳島ということは四国ですよね。阿波踊りがあると。そうですよね、徳島でよかったんですね。一度で徳島というところがあったので、じゃあ四国の阿波踊りなんてことですか。それはその別のって言って、他の徳島の方がいらしたんです。ですから私もちょっとナーバスになっちゃってね。その徳島でよかったんですね。はい、よろしかったです。はい、ありがとうございます。ということで、地名もね、結構日本の他にもあるかもしれませんのでね。まあその土地その土地でいろいろな、日本は美味しいものとかたくさんありますよね。ノルウェーはあまり食べ物には期待されないのがいいかもしれません。あんまりね、私もこちらに来てお魚が美味しい国なんじゃないかなとこう思ってたんですよ。魚はあるんですが、やり方知らない、処理の仕方知らない。ですから日本のようにですね、なんていうの、美味しい食べ方知らないんですよね。大雑把ですからね、まあ、悪くはないでしょうか。ということで、あまり期待なさらない方がいいかもしれません。自然がこれは綺麗ですからね。徳島も綺麗でしょうが、またね、フィヨルドの景色など全然違いますので、自然をね、今のうちにたくさんご覧になっててくださいね。またこのように涼しい北欧独特のところ、まだ日本では暑いんじゃないかと思います。ベルゲンで一番高い山、ウールリーケン山が前方に見えてきました。647メートル、失礼ね、テレビマストを数えるともっと高いですが、647メートル、頂上にテレビマストが出てまして、ゴンドラが出てますね。今日のご夕食はホテルでしたよね。はい、それから、ね、明日の切符ももらってきましたので、これじゃないとまた明日大変なので、こちら忘れないうちに、何もないこと祈ってますが、やはり人間ですからね、なんかちょっと私が何かなんだと言ったら困るので、これが明日の、これはお持ちですか。そうですね、はい、じゃあこちら切符です。それで一応お持ちになってください。それはそのままで無料でずるなれるそうです。それではですね、皆様方このイヤホンをですね、ご用意いただけますでしょうか。まもなく街の中に入ってまいりますと、そこの中心のところからすぐですね、ブリッケン地区世界遺産の方がご覧いただけますと、そこのところでですね、どこかバスが止まるところで降りていただき、降りいただきまして、そこで加藤の万座博物館、そちらの方にご案内させていただきますので、このイヤホンが必要です。もう他のところで使っていらっしゃいましたよね。はい、なのでもうやり方はご存知だと思いますが、これは何番になってらっしゃる。12番ですか。2番ね、失礼、2番ですね。はい、はい、ということで、この辺りからだんだん町の方に近づいてまいりました。空港から約20キロちょっとでしたね。ちょっと懸念したよりですね、結構ラッシュにしてはスイスイと言っています。人口は全然違いますからね。徳島の徳島市とかはどのぐらいの人口なんでしょうかね。ここは
ここは28万ぐらいです。ですからノルウェーでこれでも第二の都なんです。で、右手に今路線が見えましたね。シティドラムと申しまして、町の真ん中から出ている、電車で、まあ、路面電車でちょっとくぐるところもあるんですかね、トンネル。空港まで出てます。この辺りも左側に湾が見えてきましたね。ベルゲンの湾はですね、ヨーロッパ一の良港と呼ばれてまして、昔から貿易、通商の街として発達したところです。左側のシルバーグレーの建物をご覧になりますと、本当にお船が2艘止まってますというデザインですね。この左、この奥と、心にくいデザイン、ベルゲン人のデザインで、そして左の上のところがベルゲン大学の一部。見てご覧ください。一番高い山と、それからですね、前方、お元気な方は上に上がられる方もいらっしゃるかもしれませんね。ただ明日がちょっと7時45分ぐらいにご出発かと思われますのでね、早いので、まあそれをお気をつけくださいですね。夜の10時半まで出て、11時に降りてこられるんですがね、最後に降りてこられなかったら困りますので、ね、まあ、10時ぐらいまでには乗られて降りられたらよろしいかもしれません。往復95クローナで、フロエンさんのお山、鉄道が出てますね、フロエンさんの。いわゆるフニクラです。フニクリフニクラっていう歌がありましたが、登山鉄道のことですね。あれがベルゲンで一番低いんですが、景色がよく見えて、夜景も見えるでしょう。真夏は夜景見えないんですよね、夜景ですから。ただ今、日の入りが今日ですね、正確には20時ちょっとですかしら、あとでもう一度ね、正確な日の入りをちょっと見てみます。右手がバスの中央ターミナル駅、2階、3階、4階と駐車場になっていますが、これもですね、なんとなくお船の甲板に見えますよね。今日皆様18日でございますので、日の入りが19時51分ですから8時10分前です。ということは8時ぐらいまではまだ明るいということですね。でその間後からだんだん暗くなります。ですので9時ぐらいまではなんとなくもやっとして、まあ、夜景といってもまだかな、9時過ぎれば夜景になるでしょう。さて、ベルゲン人は本当にいろんなことでですね、他の都市の人たちより、なんて言うんでしょうかね、一定期間隔が発達している人たちと言われてますね。そのベルゲン人の大嫌いの建物が真ん前に出てきましたよ。バスは左にありますが、あれが市庁舎なんですよ。1971年に建てられた。市庁舎ができた時、市民はですね、今みたいにコンピューターでこう見られる時代じゃなかったので、まだあれできるまで分かんなかったそうなんですね。できてからあんな醜い建物を建てて壊せ壊せと言われたそうですが、まだまだ残っております。右手の角が高度4、高度1から高度4まである美術館、博物館の群れが湖のそばに立っていますね。また美智子様がお山の上に乗られた時ですね、まあ、本当にグランドピアノのようなデザインでございますわねとおっしゃった。それがこの左側のグリーグコンサートホール、1978年に建てられて、今年でちょうど40年目の中、幕が40と書いてありました。それが40年目の、まあ、アニバーサリーというんですか、まあ、記念の、まあ、公演とか今やってます。また今年ですね、毎年グリーグ国際ピアノコンテストっていうのがあるんですが、なんとですね、龍馬くんという25歳の男性が優勝したんですよ、国際的に。で、お金とそれから賞状をもらってですね、ホクホクで帰られたようですが、またこちらにすぐ戻ってくるとかいうことで、来年はここでコンサートされます。何龍馬さんだったかしら、ちょっと名字忘れました。龍馬さんでした。ということで、左側をご覧ください。そげてますね。これがグランドピアノのデザインそうです。右手こうなっちゃいましたが、赤い屋根が見えてました。高度3、2階にはですね、ムンクの絵などもありですね。ベルゲンはこれで最初で最後よとおっしゃる方に限り、また何回も来られる方多いんですよ。実際にね、ついこの間もね、もう来ないと思ったらまた来ちゃったとか言われる方がいらしてですね、赤いの着てますか、外部ってわかるんでしょうね、という方で、またね、皆様きっと機会があると思いますので、ぜひいらしてください。左がコード1、右手の角がコード2、コード3、コード4ということで、コード4が白い建物ですね。
UFO、空飛ぶ円盤のマークみたいな感じです。右手が市民公園のところのお祭り広場、湖が見えて奥が駅になってますね。で左、野外音楽堂がきれいに見えてますよ、この左ですね。その奥が劇場で、劇場の真ん前の石像がイプセン、人形の絵を描いたイプセン。その手前の左の奥のところがオレブルといってですね、バイオリン師と作曲家。そしてこの左がグリーグの銅像なんですよ。街のところの真ん中のね、ちょうど裏側にありますので、ホテルから歩かれても5分とかかりません。そしてシティドラムの出発がここです。この左、これが空港まで参ります。そして嫌われてる視聴者が右手の高い方で、その手前の右手の角はですね、新裁判所ですね。あの裁判所が4年前にできたおかげで、あの醜いですね、視聴者が隠れております。また右手の高いところに立っているあのおじさんの銅像、あれはですね、ノルウェー初代の首相クリスチャン・ミケルスン、このベルゲン出身の首相でした。1905年にノルウェーがまたですね、国交回復したとき、初めて、外国からですね、プロポーズが出たのが日本だったそうです。ということで、日本ともとてもですね、仲のいいノルウェーですね。左の奥が旧裁判所です。そして右手のちょっと茶色っぽいレンガの建物、これが旧消防署ですよ。で新視聴者は嫌われてますが、旧視聴者はこの右手の角です。 C の7、王冠のマークもご覧いただきましたね。あれは1500年の中頃に建てられたものです。そして、ちょうど左側の2番目の信号の左奥、あそこがいわゆるベルゲン銀座と名前を私が勝手につけちゃってるところ、いわゆるトルガルメンニング通り、ハートオブベルゲン、ベルゲンの中心です、この左。そしてこの左行ったところのちょっとさらに左の奥がね、先ほどのグーリングの銅像がある公園ですね。左の奥のところの赤いレンガ色の建物、あれがですね、ヨハネス教会です。その真ん前の通りが市場通り広場、そして左が魚市場です。後ほどご案内いたします。愛と書いてありますね。あれがインフォメーション、つまり観光案内書ですね。キルベンストレフェルトや、キルベンストレフェルト、あちら後ほどご案内いたしますね。夏はここにテントが30軒がね、ずらっと出てましたがね、今はちょっとだいぶもう何もなくなってしまいました。あちらの奥でやってますのでね。それではですね、ご用意をお願いいたします。ここにちょうど今歯になるところですね、ちょうど5時に閉まってしまいますので、あの右手の角がハンザ博物館です。 We are lucky で、We can bar stop at 400 nils de Romme。 Oh yeah 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 Kesan? Yeah So can do venta for us for example backe mot floyenOkay, yeah. Oh, hard, yeah. Oh, Vidbus store, hard, Somerset? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, okay. Yeah. But the stengel clock is 5, so we come at 5 over 5 minutes. Yeah, okay. Yeah, but stop hard. Yeah, stop hard, yeah. はい、それでは貴重品カメラ、そしてですね、まあ、傘は大丈夫かと思いますが、気になる方は雨具のご用意もお願いいたします。そしてイヤホンをお持ちになってくださいね。まず大丈夫ですよ。どちらでもいいですが、そうなさいますか。30分ぐらいかかります、ここの中で。もしあれだったらいらっしゃいますか。運転手はここでは止まらないので、この坂のところで待たせてください。 OK、スナックです。 Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome.
So when you're on your knees in ecstasy, you are not falling apart. Kystvakta skal få nye helikopter i 2022, det lover regjeringen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at han går imot forsvarssjefens anbefaling om å gi de 14 helikopterne som i bestilling til fregattvåpnet. VG. Kystvakta har vært uten helikopter i 3 år, og kan se frem til å få det om 4 år. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, ber kommuneadvokaten vurdere påstander mot byråd Inga Marte Torkelsen. I et anonymt varsel hevdes det at Torkelsen trakasserer og utilbørlig overfor ansatte i Oslo skolens administrasjon. Johansen sier han nå har konkludert med at han selv skal håndtere varslet, og ønsker en grundig, men effektiv prosess. Studenter drikker, doper seg og bruker mer prestasjonsfremmende midler enn tidligere. Det viser studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2018. 27% har prøvd narkotika mot 23% for 4 år siden. Andelen som har et skadelig alkoholforbruk har også økt fra 3-5%. På institusjonsnivå topper Universitetet i Oslo og lista foran Universitetet i Bergen. Et 60-talls lokalaviser kan risikere å legge ned dersom Stortinget åpner for postomdeling annenhver dag. Det skriver Klassekampen. I løpet av høsten vil Stortinget avgjøre om posten skal få lov til å gå ned til 2,5 omdelingsdager i uka, i stedet for 5 som i dag. Redaktør for avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, kaller forslaget vanvittig. Nesten 3 av 4 nordmenn lot være å grille som følge av skogbrannfaren i sommer. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 72% svarte at de tok forholdsregler, mens 26% svarte at de ikke gjorde det. Flere kommuner i Sør-Norge innførte totalforbud mot å grille i egen hage som følge av den langvarige tørken. Det var nyhetene med Jonas Bording. Norea Mediemisjon sender bølger av håp til Nord-Korea via radio. Nylig møtte vi en avhopper fra det stengte landet. Hennes historie preges av sult, fengsel og tortur. Men kristne radiosendinger gav henne håp om et bedre liv. Это поем, что уж там нема co, вешь, мне го працовать, хиба, дать се спокой с ним. Nie, no to co było ze Szwedami, pamiętasz co ja miałem z nimi. Ja miałem dość, ja nie chcę żadnych układów takich, ja wolę indywidualną pracę. Żadnych takich zbiorowej pracy nie chcę, bo to jest syf. To jest taki kołchoz, ty nie masz nic prywatnego życia. Żyjesz tak, idziesz do domu, te wariaty kurwa głośne, śmieją się, haha, hihi. Idioci, rozumiesz, później jakieś tam fochy. Na koniec ten jeden, ten wysoki się przyczepił do mnie, że ja muszę łazienkę posprzątać. Ja mówię, ja spierdalaj, mówię, sam se sprzątaj, mówię, łazienkę. No a co by mi, bo wy kuchnię sprzątnęliście. A dlaczego, mówię, ja kuchnię nie sprzątałem? Łazienkę, mówię, te syfy, mówię, będę po was sprzątał, mówię, akurat. A poza tym, mówię, 4000 koron miesięcznie, czynszu, nie ma internetu, słaby internet, jeszcze ja będę sprzątał, mówię, do niego. Chyba, mówię, ochujałeś, mówię, nie sprzątałem. A, to ten kierownik Polak ci tak gadał? Nie, ten kierowca jest. A to czekaj, bo ty jeździłeś z dwoma Polakami tam? No z dwoma Polakami i najpierw
Najpierw był jeszcze Francuz, a ten Francuz zrezygnował miesiąc przed końcem kontraktu i przyszedł taki Hiszpan, ale on do tego nic nie miał, ja z tymi Polakami mieszkałem. To tak, szedłem do domu, to spokoju nie było, oni tylko tak. Oni jak jakieś pedały, kurwa, ha ha ha, hi hi hi. Sepcio, Sepcio, Mariuszek, kurwa, ja nie wiem, jak... Ten jeden z område som ikke ligger så veldig langt fra hovedstaden. Velkommen til en trivekveld i vintermørk. Radio Askøy er nå i gang med sitt årlige høstlotteri. Nå, nå, mor fra folk. No, jak, dlaczego co 20 minut? No bo był pierdolnięty, bo on chciał najwięcej biletów sprzedać, jak najwięcej klientów obsłużyć. To jak w kołchozie, człowiek, były takie dni... Rafał, idą Japończyki, muszę kończyć. No, później pogadamy. Na razie. No. Halo? Hallo. Okej. Vi kuttar ut i flyg, men vi bara kör runt, så? Aha. Så, nästa stopp med fisketorget. Fisketorget, okej. Vi bara kör sånt. Turistinformation. Vi stoppar, ja, ja, ja. Ska vi köra runt Maria Kirken? Ja, 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 ja. Welcome. もしあれだったら下着いたその場で、うん、ね、まあでも2人いるので、一人向こうでチケット買える。そうです。はい。はい。OK ですか。はい、失礼いたしました。それではですね、今情報で、
西のこちらの先ほどのところの方が混んでますのでね、あのグリウムに戻りますと皆様今日のお夕食に間に合いませんということで急遽ですね変えましてですね、はい、あの魚市場そちらの方の奥の方に、付けさせますのでよろしくございますか。それではまたイヤホンをですね一応お消しになってくださいませ。そしてシートベルトをされていただいていますでしょうか。Okay, next stop, the information. Yeah, there is information. Yep. 前方のところが明日こちら皆さん上がられるようですね。こちらでお食事ということをお聞きしましたのでね、今日はまた無理やめることはないですが、まあ明日ねご覧いただけます。ただお天気がどうなるか分かりませんけれどもね。この右手、この黄色い建物、これはですね、ノルウェーでは一番古いんですが、スカンジナビアでは一番古い小学校です。クリスティ・グリッペ小学校です。1740年に建てられたものですね。あのフロエンサは1918年、今年で3あのちょうど100年目なんです。で、これちょうど裏通りです、ブリッケンが。左が向こう。左のところが前の通りですね。今面白いのはですね、バスからじゃないとよく見えないので今ご覧になってください。この左側ですね、これが世界遺産の裏側からなんですよ。ところが後ほど表側お降りいただきまして、そしてその前がすぐホテルです。ところがこちらが見えませんでしょう。ですので今バスでぐるっと回ってもらうんですね。これが全部世界遺産79件で、前から数えました11件なんです。そして1955年にまた焼けちゃったところがここでですね、建てられなかったところの石垣が見えてまして、左手のところのレンガ造りの建物、これが今日の皆様方のお宿、ロイヤルホテルですね。天皇ご一家が泊まられたところですね。当時はまだ皇太子様ご一家だったんです。この左がですね、セントマリア教会、1150年代に建てられたですね、ものでベルゲンでは一番古い残っているものでは石の教会ということになります。ロマネスク調と、ですね、ゴシック系の石柱だそうです。ということで後ろからご覧になりましたね、あれ歩かれるとあの感じがご覧になるまでです。ということでよくご覧になれたかと思います。これからですね、皆様方のホテルを越しまして、実は左の奥が皆様方のホテルなんですが、そこを越しまして世界遺産の前を通りながらですね、対岸の魚市場、つまり、ハンザの商人たちがいわゆるブリッケン通りですね、そこをぶんどっちゃいましてですね、悪い見方をすれば、そしてあそこにいたベルゲンの商人200件ぐらい召喚がありまして、2000人の人たちが働いてました。そしてですね、対岸に押し合ったあと自分たちが居座っちゃって、どこのドイツもドイツ人ということでですね、ドイツの商人がブレーメン、リューベック、ハンブリングなどから来てですね、あそこに座ってしまったんですよ。先ほど今で言えば石油みたいだと申しましたね、乾燥だろう、ある意味ではそうなんですよ。投資ができたから1キロのタラを10キロになります。お水につけた人また10年20年持ちます。で今のようにですね、冷蔵庫がある時代じゃないですよね。で暴動とか飢饉とか、まあ、戦争、いろいろなものがありました。そういった時もですね、乾燥ならを持っていけば、塩漬けにして乾燥された、それを持っていけばどこにでも持ってけましたし、何十倍にも売れたんですね。そういった意味での投資ができたんです。で非常に大切なものでした。左側が皆様方のホテルですよ。ですので、このその前の6軒は新しい方のブリッケン、1955年に焼けちゃった後ですね、更地にされて建て替えられた、ブリッケンで、この一部ロイヤルホテルを使っております。でこの左からご覧ください。大工さんのマークのお人形があると、数えてご覧になってください。ちょっと工事中のためフェイクのね絵が描いてありますが、これ全部で11軒なんですよ。この幽霊風船と書いてあるクリスマスの家という意味ですね。ここまでが11件、それが先ほどご覧になりましたでしょ、反対側から69件です。そして、今お入りいただきましたハンザ博物館、その2件を入れてですね、全部で71件が1702年のまま、大火事があった時建て替えられたまま今残っています。残念ながらその後また火事になりまして、1900年代に焼けてしまったのが今のこの石の建物ですね。
ということで、先ほどの69件、そしてこの左側の2件のこの建物が世界遺産です。ハンザ博物館になってますね。ですか、あんなにもうなんかお風呂に入ったみたいな感じになられたんじゃないですか。先ほどハンザ博物館に入られて、もうこんなに揺れてましたよね。地下水がどんどん抜けてるそうです。ここ、今年の10月1日から6年間最低6年間もうクローズするそうです。そして、リノベーションですね、修復工事するそうなんですよ。さて、真夏はたくさんのテントが並んでます魚市場ですがね、やはり秋になりますとみんな帰ってしまいます。最近は外国人なんですね、この市場で働いてますが、まあ、食べ物屋さんが数軒残ってるぐらいで、それもねもうそろそろ閉めてますが、この、魚市場自体は開いております。前方がベルゲン銀座ですね。そして右手の愛と書いてあります。2階がインフォメーション、つまり観光案内所、そして下の方が魚市場ですよ。魚市場もですね、普段はたくさんの観光客の方が訪れますので、やはり、スリとかまだ残ってないとも限りませんのでお気をつけください。左のおじさんの銅像、これはですねルードヴィック・ホルベルグと申しまして、北欧のモルエイと打たれた、まあ、劇作家ですね、喜劇作家。また左の赤レンガ色の建物、以前の株式市場だったところですね。そしてこの真ん前の建物、スントと書いてあります。この真ん前の建物はですね、この辺りがベルゲン銀座、つまり中心のところです。奥ご覧になってください。先ほどもちらっとご覧になれました教会が見えてますね。あの教会の下がこの市場通り広場です。そして、市場があってですね、その奥がブリッケン世界遺産の建物の上となります。このバスは長いのでね、カーブが大変ですよ。左側オレアナの本店ですね、あの有名なセーターの会社です。普通のお店屋さんにも売ってます、あのお土産屋さんね、ブリケンのところに売っております。大統領夫人とかハリウッドの女優さんたちがよく来たのがですね、映画なんかに出てますね。世界デザインアワード賞を取ったデザインセンター、またベルゲンの生んだ作曲家オレブルが作ったノルウェーブラがオレアナという名前ですね。はい、それではね、魚市場の方をご案内させていただきます。どうぞ。まあ、ここはですね、さっとご覧になっていただくだけなので、またバスにお戻りいただきます。 OK、シーブ、ティーミューター OK。 Welcome。No, I asked them. Ha? Zaprowadziłeś? Zawiozłeś? Nie, stanąłem teraz przy rybnym markecie. A tam jest gdzie stanąć? No tu, przy turystycznej informacji jest przystanek. A jest. No. No widzisz. No i co, opowiadałeś mi o tym kołchoźnianym życiu tam, z tymi... Z tym to... No i oni, wiesz, dostali kasę, nie? A mnie w ogóle zignorował całkowicie, no. Dał mi nocleg, to fakt. Przespałem się, bo w sobotę leciałem, w piątek przyjechałem. Dał się przespać. No i te... Później wziąłem taki polski bus, pojechałem na lotnisko i przyleciałem. Bo z Oslo mogę do Poznania, nie?
Ale gdzie, gdzie nocowałeś? U niego w domu? Nie, tam taki mechanik wynajmuje, wiesz? Mechanik u niego taki z Torunia jedzą i tam mają taki dom, nie? No. Tam w tym domu na dole nocowałem, w tym gronie. A, to on ma mechanika polskiego? Polskiego mechanika ma i tam jeszcze ze dwóch na obsłudze. Także ten. No i tak to wygląda. Patrz jak się Arabus obstawił tymi Polakami, widziałeś? No ale on te kasy to ma nie te, nie od siebie. On... Tak to on taki psior był, 10 lat jeździł na komunikacji tej miejskiej w Oslo. No ale ożenił się z taką Koreanką, nie? No. A ona miała kupę kasy i dzięki temu on stał się takim współwłaścicielem. A to ona jest Koreanka, tak? Tak. A nie Chinka? Wór się nazywa. Wór? Pisze się jak? W-U-R? Jak wór normalny, wór do kartofli. Ale jaja. Tak to wygląda. A no widzisz, ożenił się dla pieniędzy tak naprawdę, bo ja tam nie myślę, że tam jest jakiś związek pomiędzy nimi. Na pewno. Ale tylko kasa, kasa, kasa i... Wyrzut. Wszyscy gadali, że będą gadać na tego team leadera. Przyszło co do czego. Wszystko się rozeszło. Nikt nie gadał na żadnego team leadera nic. Nikt nic nie gadał. A co to teraz gadać? No ja też się już nie odzywałem. A ci mówiłem, nie? On puszczał co 20 minut. To jak zajechałem na przykład na port, zajechałem w pół do dziewiątej. To człowieku jak głupi, od pół do dziewiątej, za żadnej przerwy, przyjeżdżałem, ładowałem to bydło i znowu jechałem. To człowieku do 17, non stop zapierdalałem, bez w ogóle żadnej przerwy, nie było nic. Ale jaja. 3 minuty się odlał, mówi, no masz 3 minuty, ja się wkurwiałem na niego, mówię, ty. Albo mówi, możesz iść do toalety, a ja, wiesz, ja zwalczałem z nim na każdym kroku, mówię, słuchaj. Ty nie musisz mi takich rzeczy mówić, ja twojego pozwolenia nie... Na każdym kroku z nim, rozumiesz, walczyłem, nie? Ale jaja. Takie głupoty pierdolił, on mi pozwalał do toalety iść, on mi wyznaczał ile ja mam czasu, żeby do tego kibla przyjść. Wkurwiał mnie bez przerwy. Daj spokój. I ja mówię, weź ci się odczep, mówię, człowieku. Jak mu raz powiedziałem, że jest młodszy ode mnie, że powinien troszeczkę się zachować inaczej. Tak, to masz moje klucze. Zobaczymy, czy będziesz umiał robić moją pracę. Ja mówię, słuchaj, twoją pracę, ty nie jesteś od zmiany stanowiska. Ja bym jego pracę umiał robić, tylko potrzebowałbym, wiadomo, przeszkolenia, nie? A czy on potrafiłby moją pracę robić, jak on nawet prawo jazdy nie miał, rozumiesz, nie? No i wiesz, taki chuj był tam, wszystkich męczył, tych sprzedawców męczył. No tykałaby na zysk było, nie? I rozumiesz, dzień się jeszcze nie skończył, ciekawe jak będzie jutro. Jutro będzie przejebane, na pewno, wiesz, już takie kody podprogowe ci wciskał, że cały czas, żebyś był w tej robocie, myślał o niej, stale... On pełno stresu ludziom robił, nie? On sam był zesrany i ta praca taka nerwowa była. On wiesz, wszystkich wkurwiał, wszyscy w nerwach chodzili. Taka menda, rozumiesz, tam się trafiła, nie? Ale jaja. Wszędzie biegał ten Francuz, co się specjalnie wcześniej miesiąc wolny, bo już z tym chujem nie mógł wytrzymać. Ty, zaraz mi Japończyki, bo widzę, już wracają, zaraz będę musiał ich wpuścić. To tak latał jak posrany, bo on jakieś biegi trenował, jakieś maratony. To biegał gdzieś tam za rok na ulicy, patrzył, czy ja jadę zgodnie z czasem. Rafał, muszę kończyć, na razie. No,
られる。なるほど。そう。ストッパビポホエスデカイホルベルクスカエバーレリットガナエレッテッテラデミラルソビストッパダオソクニプセオソユーカーブオソティルフェスティプラスエラデュビエッテボティアテラティアテラティアテラミゴーゼティアテラソデュベンタポスポフェスティプラス三角せないかそう、ちょっと、テアトル。いや、ファーストポー、ホエステカイ。そう、だって、テアターボンタ、ビゴア、ソデュシュアラビデル、ソベンタポース、エンテンデコーデエン、エラ、フェスティブラス。フェスティブラス、オッケー。はい、それ、はい、それでは、失礼します。ごめんなさいね、これちょっとレギュラーがちょっとできないんですけど、これを使います。はい、失礼しました。はい、ちょっとこれ大きくなりすぎちゃった。ハンカチ。ということで、もう簡単なね、日本だったら、これが魚市場って感じですが、これでも魚市場、昔は本当の魚市場だったそうなんです。ただやはり、衛生管理とかいろいろそういうこととかあってですね、また観光客の方がいろいろ出入りしますので、ということでこういうふうになってですね、まあ、日本とは全然違いますね。まあ、下手なんです、何でもこちらの人、やり方が。まあ、しょうがないですね。ということで、日本から来られると何だとかね、思われると思いますが、これでも魚市場です。もう一度ご覧ください。これでも魚市場の魚市場。これでもですね、一応ね、まあ、観光客の方が夏はすごいんですよ。本当に黒だまりの人でね、芋洗い式です。ですからスリの勉強です。ということで、働いている人たちも一夏過ぎたので、ちょっと今ね、なんかあれが気が抜けちゃったみたいな、そんな感じもしませんけれどもね。はい、もう一度右手ご覧ください。世界遺産が逆に見えてますよ。ちょっとここでは止まれないので、この奥のところで止まってもらいますと、そこからですと絵はがき用のお写真が撮れます。ということでですね、そこで、まあ、集合写真とか、もしね、ちょうどお船が止まってなかったらの話ですが、船と船の間からこうカメラを向けていただくとよく撮れるかと思います。間口は狭くても奥行きの長い波の寝床式、間口を広く取ると税金多く取られるということで、ああいったね、中に中に奥に奥に
っていうふうに作られてたんですよ。で今ずっと新魚市場のとこはずっと今バス来てますね。今ね2点です。ここの奥に半島がありまして、その奥に現在は水族館があるんですよ。そこまでですね、ハンザの商人に追われたベルゲンの商人がですね、商館、つまり貿易商館、貿易事務所をですね、ここに、まあ、あったところに移り、なかったところには作らせて移されたんですね。で、あちらにハンザの商人たちが、分取っちゃったわけです。というのもタラがタラクも多かったからですがね、そのタラ何回も触れてますように、昔はですね、今の時代と違います。冷蔵庫もなかったしですね、魚を取れる人っていうのはもう一部の人だけですよね。取れても腐っちゃいます、すぐに。でいろいろなやり方とかなかったので、この北から取れる乾燥タラは淡白でですね、塩漬けにしカラカラに乾燥すると10年20年もあるわけですね。で持ちやすいので、いろんなところ、暴動の時、疫病の時ですね、はい、いろんなとこ時もうそれがどこでも運べたわけで、それが大変な食糧難の時ですね。ですので何十倍にも売れたわけですね。ということで、ある意味では石油みたいにとても大切なものなので、ベルゲンに白羽の矢があったんですね。そしてパビハいや、そういった大切なものをですね、他のところで勝手に売られたは困るということで、北ノルウェーで取れたタラ、乾燥タラがこのベルゲンに集積されたんですね。ベルゲンは、海開き以来凝ったことありません。つまり不凍港です。アラスカのアンカレッジと同じところにありながら不凍港でですね、凍らないし暖流ですからですね、凍らないし、それに不要度港ですから波もなく、お船が真ん前まで着きますね。はい、それではね、絵巻用のお写真ちょうど撮れます。どうぞ。旗ということWelcome. Thank you.
てった近れた町ですが、それより以前から貿易通商の町として発達したところだそうです。タラがなぜそんなにね儲かったかと申しますと、先ほど触れた理由でですね、投資ができたんです。そして、中世の頃は今よりですね戒律が厳しく、宗教の、ね、戒律が厳しくてカソリックの、時代でしたでしょ。ですから必ず企業が魚を食べたんですね。また宗教行事が今よりも多くありました。そしてですね、そういう時には必ず魚を食べなきゃいけない。でも魚がすぐに取れるわけじゃないし、そういうところに住んでる人は別だけれども、普通はなかなかそういった手に入りません。ということで乾燥だらが用いられたんですね。淡白で10年以上も持って、水につけると10倍の10キロになり、1キロもということで、まあ、いろんなところに持ち運びが楽だったし、飢饉の時、暴動の時、その他ね、もうそれを持ってればいつでも売れたということで大変な投資になったわけですね。でベルゲンの商人が向こうにいたんですが、対岸の反対側ね、今バスが通ってます向こうのところですよ。今通ってるここはですね、ハンザに追われたベルゲンの商人たちがこちら側に移ってきたんです。約200人の紹介がありましたよ。2000人もの人たちが働いてたんです。それをわざわざここに移したということは、向こう側が欲しかったからですね。つまりフロエンサーが近づいてたので、近づいてるので真水が取れたんです。フレッシュウォーターが取れた。で今でこそね、水道の蛇口ひねると、線をひねると、ごめんなさい、どこからでもお水出てきます。当時はそんなことありませんでしたね。ということで、まあ大変だったわけです。レトロン、レトロン、アポテクだって、オソティアタレ、ネステ、ティルハイゲ、まあ、イケハティルハイゲ、ネリットフラン、ディセアヨデ、ビサデバンスケリビカンシワガフォーガン、ダイナネビカンシュラレトロンをティルハイゲ、インゲンプロブラム。さて、今右手に白っぽい建物、白ばっかりいっぱいあるんですがね、ちょっと四角っぽい、可愛らしいお窓が2つついている、この右手見えてますね。これがアスクダって書いてある、ここが北の御門と呼ばれてた石州跡なんですよ。ベルゲンにはもう一つ石州跡があって、このお山の下ですね、前方のお山の下のところの、あたりですね、北の南の御門、失礼、南と北の間だけがベルゲン地だったそうです。今はですね、空港も含めて一円で7つの山に囲まれました。その地域のところ全てが580平方キロメートル、全てがベルゲン地でですね、人口が28万ですよ。いや、そうでしてピルヘーゲン。いや、で、ここはストランド型、つまり海岸通りというのなんですね。で、ここまで海が入ってきていました。今は埋め立てされてこのように道路になっていますよ。それではこの右手の先のところにバスが入りましてですね、いわゆる先ほど売れたベルゲン銀座のところを一部歩きまして、グリークの銅像の方にご案内させていただきます。真ん前は劇場なんですがね、劇場の前に石像、先ほど遠くからちらっとだけ見えましたね、イプセンの石像が見えますよ。そこに泊まります。トスカビセダーレティルレンステラハートロヤエラアバネステネステヤヤナーヤヤヤヨダデバネステネステネステヨヨデバネステ。さて右手がですね、これが旧裁判所です。で今この左に入って右手に入りましてね、ちょっと細いところを通ります。時々工事中で急に通れなかったりすることがあったりしますがですね、今日大丈夫だよですね、今のところが出てませんでした。昨日はここがね、通れなかったんですよ。せっかく入ろうと思って、で次のところに行ったんです。今日は大丈夫でしたね。はい、ベルゲン銀座が真ん前ですよ。で、お山が、一番高いお山が前方見えてますがね、バスは右手に入ります。そうしますと、間もなくこんもりと茂った菩提樹の並木みたいなのが見えてきて、そこの真ん前の石像がイプセンですね。で、ここでお降りいただきまして、お客様をこの左の方にお歩きいただいて、グリーグの銅像、そちらをご案内させていただきまして、バスはそちらの奥の方に回ってきます。ですので、歩かれたくない方はね、イヤホンつけておいていただければ、まあ、入ってるかと思いますのでね、
それでもよろしいですよ。まあ、10分もかかりません。まあ、10分弱ぐらいでしょうかね。こういう感じで行ってですね、お花畑の裏のあちらの湖のそばにこのバスはぐるっと回って止まります。まあ、10分後ですね。はい、よろしゅうございますか。はい、貴重品カメラをお持ちになってください。OK。Yes, I'll vent for first class. First class. Yeah. じゃあここに大丈夫、大丈夫。大丈夫です。大丈夫。Welcome.
What's the greatest, hardest thing we'll ever do? To raise them on the straight and narrow truth. Send them out beyond their wildest dreams. Sons and daughters are the legacy. Pray them through this crazy life and watch them fly straight to target that we're aiming for. It's you. The target that we're aiming for is you. Mitt navn er Dagland Røsby, og du lytter til Radio 316. Ingen grav, ingen lenker, binder meg til en fortid som forbi. For jeg fri. Det som var, ligger bak meg i ditt navn, har jeg håpet.
So vi ska till på SAS Radisson. Royal Hotel Radisson. Yeah. Royal Hotel. はい、それでは降ってまいりましたしですね。まあ、ブリッケン世界遺産のところは興味のあられる方はホテルでですね、一度受付の方に行っていただいてからお手洗いその他行っていただいて、その後に私ご案内させていただきますが、まずバスはホテルに着かせます。よろしいですか。ということで降ってきましたが、右手が野外音楽堂ですね。でグリーグの銅像が左にあり、よく見えましたね。あんなしょぼけたおじちゃんはですから、ライプチ音楽院で、肺結核になっちゃった大の肩を潰してですね、肋骨折っちゃったの旦那になっちゃったので、 152.5cm のままだったそうですけど、さて嫌われてる視聴者がまた右手に入れてきましたよ。右手の角のですね、新庁裁判所のおかげで、まあ、醜さが隠れてるというわけでしょうか。ということで、また魚市場が左ですね。そして右手が昔の株式市場。まあ、降ってきましたので、もう出かけられる方いらっしゃらないかもしれませんが、中には雨もいいですね。本当に雨もね、また情緒があるんですよ。というのは雨の都なので、雨が降らなかったら名物ですから悪いと思ってるんでしょうね。ということで、いつも必ず降ります。降らなかったらちょっと寂しいわって感じでしょうかね。ただ明日がね、なるべく降る期間が短いといいんですがね、ただ何とも言えませんので、何とも言えませんのでね、皆様、何ですか、雨具のご用意、それから滑らないようなお靴ね、それから寒いところもありますので、女性だったらマフラーとかね、男性だったらちょっとハイネックの、こういうなんかございましたら、あるいはなくても、なんかこう絡められるようなもので、暑かったら脱がれればよろしいのでね、玉ねぎ式でお願いしたらと思います。よろしいですか。最初はバス、それからボート、それから今度は電車、登山鉄道の電車、そしてベルゲン鉄道とこう変わりますのでね、あまり手荷物持たれますとずっと持ってかなければならないので、最初はお持ちになられたらよろしいかと思います。あるいは途中の食事の時なんかで飲まれるお薬とかそういうものはお持ちになってくださいね。昔でしたら綺麗なとこがあるのでフィルムいっぱい持ってってくださいなんて伝説をしていたら、今はそういうことないですので、デジタルなんでしょうから、皆さん、ただ昔ながらというかプロフェッショナルの方はね、ちゃんと昔ながらのこういうのをね持ってらっしゃる方もいらっしゃるので、それはそれでまたカートリッジみたいのも忘れなく。はい、もう一度ご覧ください。世界遺産
古い建物11軒あるところの奥からご覧になりましたら60軒になりましたね。そして先ほど入りました半山博物館、それも世界遺産ですね。そして新しい方のブリッケ、1955年に焼けちゃった後に建てられたところ、それがこの店なんです。その後ろに今日 のホテルですね。まあ、ベルゲンは小さなところなので夏だけでやってるようなところですので、ね、これでも、まあ、村一番というか町では一応一番いいホテルということになってますので、ね、皆様のようにいろんなあのいいホテルいろんなところに泊まって、これで一番いいホテルなのかなって言われるかもしれませんがね、まあ、あの皇室の方も泊まられたホテルでございます、まあ、しょうがないです、ベルゲンの田舎ですからご勘弁をくださいませ。ということでですね、別に意地悪されてるわけじゃないんですが、とにかく愛想がない。私もここにもうね20年住んでます、もう30年ぐらいということで、やっと慣れてきたというんでしょうかね。今でも慣れないです。どちらが逆だかわからないような感じでですね、まあそういうところですので、別に意地悪されて日本人だったとかとんでもない、そういうんじゃなくてね、もうノルウェー人だってそうですからね、まあそういう国ということをですね覚えておいていただきますと、あのご立腹もなさらないで済まれるのではないかと思いますので、たまにねあのご機嫌で似たなんて笑ってくれたりして、逆に気持ち悪かったりして、何かあんのかしらなんて思っちゃったりしてですね、まあそういった国でございます。ということで、いろいろなことでね、特に徳島のような人情の深いところからですね来られた方々にはちょっと冷たく感じられるかもしれませんが、別に特に冷たいわけではなく、まあ気候がそうだからとでも申しましょうかね、そういうところだ。ただ自然は綺麗ですからね、たっぷりと自然をね明日も味わってください。ということで、ツインタワーの教会が見えてまいりましたら、右手、前足と左手が皆様のホテル、そして右手にレマセンと書いてありますよ。これがスーパーですね。ちょうど一部のところが青っぽくこうねなってますが、これがスーパーで23時まで開いているはずです。今日水曜日ですからね。ということで23時まで開いているはずです。でここでキャビアとかブラウンチーズとかね、23時って書いてありますね。同じレマセンでもですね、あの支店によって違いますが、ここは確かに23時夜の11時まで開いております。ということで、お食事終わられてからまだそういえば買っとけばよかったわとおっしゃる方買えますが、先ほど触れましたようにビールは8時までしか、8時ギリギリ行ってもですね、あのキャッシャーのあれで待ってる間にもう買えなくなりますからね、8時10分前ぐらいに行ってですね、あの8時5分前ぐらいまでキャッシャーのまんまに行かないとビールは買えません。よろしいですか。はい、ということでします。それではですね、明日は多分この車でもなくこの運転手でもないと思います。お忘れ物くれぐれもございませんようにお気づきくださいませ。今あの天井さんの方からいろいろなご案内があるかと思いますが、今のところは7時45分ご出発ということになってるかと思いますのでね、はい、ボスというところまでまず参りまして、1時間ぐらいかかったところでちょっとトイレ休憩かなんかしていただいて、その後また1時間ぐらい走るというところでございますね。ちょっとあの、長い一日となりますのでよろしくお願いいたします。はい、それではですね、運転手さんの難しいんですよ、プラテークさん、プラテークさんですね。じゃあプラテイクさん、どうもありがとうございました。9選択プラテイクさん、それでは大きなお荷物はですね、運転手とポーターがやりますので、手荷物品あの貴重にお忘れ物ございませんように。はい、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。いや、OK、プラテイク Thank you、 ありがとう。You first、 ミスナケス、 Thank you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 、 OK、 安からハンター、ハンターがいいですよ。よいしThank you.
Okay. Bis dann, Tag. O ya 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 şöyle ya. Yap. Dobbeltdrapet i Trondheim i går kveld er nå siktet for forsettlig drap. De to ble funnet hardt skadet, og den ene døde på stedet, mens den andre døde på sykehuset noe senere. En tredje person behandles for alvorlige skader. Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beina av politiet under pågripelsen. Politidirektør Odd Reidar Humlegård går av. Åremålet hans utløper i november, og han har selv valgt å ikke søke om et nytt. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste 6 årene, og Humlegård sier til NRK at nå kreves et annet type lederskap. Stadig færre begynner med heroin. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Årsaken er trolig, ifølge instituttet, at ungdom generelt sett bruker mindre narkotika nå enn tidligere, og at det kommunale hjelpeapparatet fungerer bedre enn hva det før har gjort. Kystvakta skal få nye helikoptre i 2022, det lover regjeringen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at han går imot forsvarssjefens anbefaling om å gi de 14 helikoptrene som er i bestilling til fregattvåpenet, skriver VG. Kystvakten har vært uten helikopter i 3 år og kan se frem til å få det om 4 år. Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen, ber kommuneadvokaten vurdere påstander mot byråd Inga Marte Torkelsen. I et anonymt varsel hevdes det at Torkelsen trakasserer og er utilbørlig overfor ansatte i Oslo-skolens administrasjon. Johansen sier han nå har konkludert med at han selv skal håndtere varslet, og ønsker en grundig, men effektiv prosess. Og det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording. Dette er Radio 316. Filmen I Can Only Imagine kommer på norske kinoer denne høsten. When I was 11 years old, life was tough.
Den sterke historien bak Mercy Me's store hits og vokalist Bart Millers rørende livshistorie. My dad was a monster, and I saw God transform him, so I wrote this song for my dad. I Can Only Imagine, Norges premiere, 14. september 2018. Lurer på hvem som bestemte at møtene her på kontoret må starte så tidlig? Jeg kommer nok til å trenge en stor cupcake. Som for kaffe, bestill og jeg må faste avtale på kanamor.no. Sammen nå i 22 år. De etablerte seg i 1996 og ga ut sin første plate i 1997. Og til tross for at bandet er spredt ut over store deler av USA, som rent fysisk, og de bor i ulike byer, så har moderne teknologi og opptaksmuligheter gjort at de stadig kan lage musikk sammen, det sier vokalisten Michael Johnson, og han trekker det frem som en av årsakene til at de har hatt mulighet og klart å holde på sammen så lenge som de har gjort. Radio 316-senden, nå med Vapen The Outcome.
build your kingdom if I'm building my own? How can you be my treasure if I'm digging for gold? How can you be my fire if my heart has grown cold? How can you be my future if I made this my home? How can I? How can I? Yeah.
Tidligere vært vokalist i både Stellar Kart og også i Audio Adrenaline. Men nå står han sett på egne solobein og du hørte Going With You på Radio 316 nå i ettermiddag. Dette Andrew Peterson. You're my oasis, the eye of a hurricane. One look at your face is all I need to remember my name. So I run away home. Yes, I run away home to you. I was an orphan, caught in a thunderstorm. You opened the door and welcomed me into your arms. So I run away home. Yes, I run away home. I believe in the love of the Father. I believe in the power of grace. I believe that He brought us together. You are my one Savior. Fortress, I am under siege. You're a light in the forest. I am a lost boy out in the trees. So I run away. Yes, I run away home to you. Don't be scared, it's alright. It's a weight you are not meant to shoulder, but you bear so much light, and it's brighter each day we get older. And I know that you're broken too, but you are a sacrament God has spoken through. He's spoken through. My beloved, my beloved is mine, and the banner that hovers over us is older than time. So I run away home. Yes, I run away home. I believe in the love of the Father. I believe in the power. Min hund heter Molly. Molly. Og så har hun ørten kallenavn, alt ettersom. Ok, så det er liksom fint på et navn. Og lage variasjoner på en måte, ja. Men hovednavnet Molly. Ja. God morgen med Terje og Margrethe, mandag til fredag fra klokka 6:30 på Radio 316. What is it worth?
when your insides breaking in, and you feel that ache again, and you wonder what's giving birth. I swear that I won't.